有名な乙武さんっているじゃないですか。乙武さんって手がほとんどなくて足全くないわけですよね。あの方、生まれた時から手足がありません。なので生まれたその瞬間っていうのはちょっと言葉悪いんですけど、手足のない赤ちゃんってね、芋虫みたいに見えることがあります。でっかい芋虫、うん、だから病院側はえらいことになった、手足のない子供生まれてきたってなって、で保育器の中に入れ、お母さんは出産直後でね、ホルモンバランスが崩れ、ちょっと興奮状態になってるので、すぐに手足のない子供に対面させると、ショック死する人とかいるんですって。なので、病院側はちょっと2、3日会わせないようにして、で、お母さんの状態が落ち着いてから、さて今日、いよいよ対面の日になりましたと。で、病院側も担架も用意して、点滴も全部用意して、着付け薬も用意して、お母さんが、保育器に向かいますよね。大丈夫か？大丈夫か？保育器の中の手足のない我が子を見たときに、お母さんが一言目なんて言ったか。わあ、かわいい！って言ったんですって。で、そこから手足のない乙武少年は、毎日毎日お母さんが愛の言葉をかけてくれたんですね。あなたは素晴らしい存在なのよ。あなたは可愛らしいのよ。あなたは何でもできるのよ。あなたはみんなに愛されてるのよ。あなたはみんなの役に立つ存在なのよ。あなたはみんなを幸せにするのよ。そうやって言われて言われて育ったんで、あの乙武さんはめちゃくちゃ自分のことが好きなんですね。そしてめちゃくちゃみんなのことが好きなんです。思い込んでるんです。あの人は、僕は手足がないだけでみんなの役に立てる、みんなは僕のことが大好きだ。だからね、めちゃくちゃセルフイメージ高いし、めちゃくちゃ魅力的な男なんですよ。もうこんな五体満足なね、あの自信のない男よりも、めちゃくちゃモテちゃうの。だからちょっと、やらかしたんだと思いますけど、要はそれぐらい魅力的な男だってことですよね。そうなんですよ。言葉によって、乙武さんは誕生した。あの人、大人になってね、子供までいるんですけど、子供がちっちゃい頃何やって遊んでたか知ってます？公園でキャッチボールしてたそうですよ。うん。あの人手ないから、胸の前で抱えられるこんなグローブ用意して、で、いいか、父ちゃんな、お前、ここでしかボール取れねえんだから、ちょっとここに投げてこいよって、うん、顔にぶつけんじゃねえぞって言って、子供がここにボール投げてきて、スパーンって取りながら、ストライク、お前は天才だなって言いながら、遊んでたんですって、ずっと。すごいよね。そうですよ。彼はまさにお母さんの言葉によって作られたってことです。うん。誰に何を言うかで、相手の人生も変わってくるし、じゃあ私たちって、誰の言葉に一番影響を受けると思います？これ大事ね。誰の言葉に一番影響を受けるか。近い距離順なんですよ。自分に距離が近い人の言葉にすごい影響を受けます。自分に一番近い人って誰ですか？ああ、いいですね。母親とかもめっちゃ近いですよね。母親ね、ランキング2位か3位ぐらいですね。1位誰だと思うんです。自分に一番距離が近い人。いいですね。せーの、いいね。これ覚えておいてください。人間は自分の使った言葉に一番影響を受けます。例えば、サンちゃん、今日、今から例えばランチでも行くときに、こう、池袋の駅のね、なんか道路の反対側に、なんだか知んないけど、小学生の、なんかガキどもがいて、で、サンちゃんの方を指さして、ガキどもが、バーカバーカーって言って、逃げてったら、切れる？絶対切れないね。サンちゃんなんか優しいから、なんだよって言って、可愛いな、あいつらって。許してくれるじゃないですか。でもサンちゃんがどうですか？今日、ちょっと夜家に帰ったら、奥さんがこう近づいてきて、まさみさん、前から言おうと思ってたんだけど、あなたってなんで
そんなに薄っぺらい男なのとか、もし言われたら、すげえショック受けない？そうですよね。そうなんですよ。道で、道路の小学生にバーカとか言われたってなんとも思わないんだけど、奥さんなんてもうね、近い距離ランキング、もう、ダントツ2位とかですから、めっちゃダメージ受けるわけですよ。近い距離順なんです。ってことは、自分が一番近いので、自分に対して今日から、どんな言葉を言ってあげるか。これが、本当に人生を左右するぐらい大事だよっていうことです。言葉。心の中で言う言葉と、特にまあ、最初は口でいいです。口で使う言葉に気をつけてください。ああ、心はね、ちょっとムカついててもいいですから、上司に言われた時になんかひどいこと、なんだよって心で思っても構わないんで、口では別にブツブツでも構わないんで、プラスの言葉を意識する。最高だぜって。いいね。ありがとう。やっとくだけで全く変わりますから、そこがフィルターになるんで、そこがブロックになりますから、自分がいい言葉を使うと、プラスの解釈がしやすくなりますんでね。うん、使う言葉に、ぜひ気をつけてほしいなと思います。こんな言葉ありますよね。人生は行動が大事だと。やっぱりね、生き方が大事で、行動を変えると習慣が変わる。習慣を変えると人格が変わる。人格が変わると、出会いや運命が変わる。出会いや運命が変わると人生が変わる。だから私たちは、行動に気をつけよう。でもどう？行動ってね、つまり考え方や行動のことですけど、考え方や行動ってそんな簡単に変わる？今日まですっげえネガティブだった人が、いきなりポジティブとかなれる？今日まですっげえ自分勝手だった人が、いきなりなんか利他的とかなれる？ちょっと難しいですよね。いきなり行動とか変えるの。行動変わりゃそれは人生変わるでしょうけど、ちょっと難しいぜと。そんな時何を変えればいいのか。実は言葉なんです。言葉変えてると勝手に行動変わっていきますから。これがめちゃくちゃ大事なんですね。うん、そして今日から皆さんにお伝えしたい必殺技があります。うん、鴨頭義人と共同で編み出しました。彼はこれを感謝歩行と言って伝えています。僕はそれをユニバーウォークと言って伝えています。つまり、歩きながらプラスの言葉を言いまくろうっていうことです。ちっちゃい声で構わないですよ。なんなら心の中でも構いません。左足からスタートです。ありがとう、ついてる、愛してます。一泊休む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 。こういうことです。ああ、別に右足スタートでもいいんだけどね。うん。一泊休む。ありがとうと愛してますは、世界で最も、もうなんなら宇宙で最も波動の高い言葉って言う人もいるんで、入れときました。ついてる、ついてるって言葉は、日本一の成功者でもある、小林正解さんじゃない。なんだっけ。斉藤ひとりさん、ぶっ飛んだ、ありがとう。斉藤ひとりさんが、この言葉はいいぜって言ってた言葉なんで入れておきました。お好みです。うん。大好きとかでも構いません。うん。あるいは僕ね、最近ファミリーウォークとか言って、歩きながらね、嫁、長男、次男、三男、嫁、長男、次男、三男の名前言いながら歩いたりしてます。これもなかなか楽しいです。うん。ずっとこうやって歩いてます。今日も池袋の駅を。うん。名古屋駅も。ちっちゃいも。歩いてるけど、もう、癖ですよね。心の中でも。あるいはちっちゃい声でもずーっとブツブツ言ってしまう。これぐらい徹底してやってます。ずーっとやってます。かれこれ、11年ぐらい。ぜひこれで歩いてみてください。もうね、ユニバーのメンバーって変態だから、僕がユニバーウォークって言っただけなのに、なんかね、ユニバー筋トレし始めたりとか、ジム通ってるやつ結構いるんですよ。ありがとう、ついてる。ありがとう。ありがとう、ついてる。アジトとかやってるらしいよ。変態ですよね。あと、ジョギングね。ありがとう、ついてる。ありがとう、ついてる。ありがとう、口が追いつかんとか言い出してるとか。そう、もうとにかく何でもいいんですって。うん。ただね、歩いてるとやっぱこうリズムに乗れるんで、いいですよ、すごく。これだけで、人生変わりますから、本当に。うん。やった人は、変わります。やった人から変わっていくんで。で、さっきも言ったように、最初は言葉だけで構いません。だんだん心も変わっていくんで。うん。で、やってるうちに。これを今日からぜひやって、もう宿題です、これは。やってほしいじゃない。やれ。っていうぐらい、
本当に人生が変わっていくツールなんで、ぜひ使ってみてください。ユニバーワーク、ここまでよろしいでしょうか。いつもご視聴ありがとうございます。チャンネル登録していただくと、日本を元気にしたい、日本中復活したいっていうね、私のメッセージがまた日本全国に届いていきますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。